チェンタウロ戦闘偵察者。チェンタウロ戦闘偵察者。B1 戦闘路は、イタリア陸軍の正式戦闘偵察者、総輪装甲車、総輪戦車である。名称は、ギリシア神話のケンタウロスにちなんでおり、戦車と装甲車との層の個的な性格を持つ、車両であることを示している。イタリアは、国土が南北に伸びたイタリア半島であり、すべての海岸に、 敵兵力の上陸に備えて兵力を排しておくのは不可能に近い。そこで多国トリック続きの北部に主力戦車などの重装備部隊を配置し、南部には機動性の高い軽装備部隊で対応する防衛方針をとっている。チェンタウロ戦闘偵察車はイタリア各地に分散配置されており、南部で戦闘が発生した場合はアウトストラーダ、高速道路を利用して迅速に展開し、 戦車部隊が南部へ到着するまでの時間稼ぎの役割を果たす。このため重量が増える防御力は妥協し火力と機動力を優先した火力支援者として設計された。イタリア陸軍のほか、スペイン陸軍とオマーン陸軍が採用している。1984年から開発が開始され3年後の1987年に最初の試作車が完成。百九十一年から 舞台配備が開始された。サイズは戦車に匹敵するが、重量はあり得ての約半分と軽量である。前方にエンジン、後方に砲塔が配置されている。車体全部左側が操縦士席で、右側が機関室で、後方は戦闘室となっている。後期型は弾薬を下ろしたスペースに4名の兵員を、 収容可能とした、純不評戦闘車であり、弾を打ち切って退却する際に不評を回収するなど、柔軟な運用が可能となった。正面装甲が、対 20mm 弾、その他の部分が、対 12.7mm 弾の機関砲弾の直撃に耐えられる程度であり、不評の小銃や、装甲車の RWS が限界で戦車の手法には、対抗できない。PKO で、 ソマリアに派遣された際には、取り外しが可能な走行キットが開発された。これにより、対戦車適乱にも耐えられるという。重量は25トンに達するが、8輪全てが駆動し、高級な油圧式サスペンションが採用されている。舗装路での最大速度は、時速108キロメートルに達する。またアウトストラーダのような起伏の少ない舗装路であれば、 約8 0 0キロメートルを自走可能である。イタリア半島の南北は南端のシチリアを含めても約1 3 6 0キロメートルであるため半島の半分を単独で移動可能となる。通常の送輪走行車が左右びと組の車輪ごとにデファレンシャルギアを装備しているのに対し、チェンタウロでは変速機に直結した1個のデフで左右のドライブシャフトを駆動する独特の方式を 採用してる。高速走行時には六輪駆動に変更することで燃費を稼ぐことができる。テンダは前二輪、後一輪と小回りが効くが、後輪のテンダはキロ2 0トル以下の時だけである。アウトストラーダはカーブが少ないため、小回りが必要なのは入り組んだ、市街地のみとなることから問題とされかった。舗装路と不地をタイヤで走破することになるため、 車内からタイヤの空気圧を調整できるようになっており、タイヤが不得意な不整地では空気圧を下げることで対処している。送輪式装甲車でありながら52口径 105mm ライフル砲を装備した砲塔に、アリエテと同じガリレオ社製の FCS を搭載するなど、戦車並みの火力を有するため送輪戦車とも呼ばれている。ただし防御力の制約により、戦車と 正面から撃ち合うことは無理がある。最初に上陸する部隊は機動力を重視した送輪装甲車や不評部隊が中心と想定されるため、これらの装甲車両や構築された防御陣地への砲撃で足止めを行うための装備とされる。砲棟上部には機銃としてラインメタル MG3 を搭載している。また、ユーロサトリ2002で発表された ヒトファクト45個計 120mm 砲、搭載型は FCS も新型に換装している。ジェンタウロ戦闘偵察車は400両ほどが生産され、後期型は150両である。本社に随伴する機械化不評のための本格的な送輪走行不評戦闘車が求められ、2006年より本車をベースに車体を大型化して、 乗員プラス7名の不評を収容を可能とし、エリコンクバ 25mm 機関砲砲砲砲砲砲砲を備えた、フレッチャ不評戦闘車、VBM フレイッチャが配備されている。また、セダム25自走対空砲の後継として、オトマティック自走対空砲の砲塔の軽量型である、アマラットの改良型のドラコ砲塔を搭載した、チェンタウロドラコが開発され、イタリア陸軍に配備される予定である。 155mm 榴弾砲を搭載した、自動榴弾砲型、チェンタウロ155、39リットル W、兵員輸送車型、式通信車型、装甲回収車型が開発されている。また、ロシアではテストが行われており、将来ライセンス生産施設を、ロシア国内で建設することをオートメラーラ社が、提案している。通常の軍用輪走行車では、 不評戦闘車型をベースに、機動砲などの武装バリエーション型が開発されることが多いのに対し、本社は逆の過程を経たことになる。イベコオートメラーラ社は、イタリア軍の要求によって、チェンタウロの後継車両を開発し、ユーロサトリ2016で発表した。チェンタウロにはチェンタウロと同様に 8X8 の総輪装甲車だが、車体が新規設計され、 主砲は45口径 120mm 格好砲となっている。車体の前周、砲塔上部、車体下部はモジュラー装甲となっており、底部は V 字型の対地来構造となっている。レーザー検知、井戸ジャマー、敵味方識別装置が装備される。エンジンは、イベコのベクター8 v ユーロ E ディーゼルエンジンで7足、オートマチックトランスミッションが組み合わされてり、 路上最大速度は時速 105km、最大航続距離は時速時速 70km、路上走行時に 800km とされている。通常重量は30トン、手法は自動装填されるため乗員は3名となっており、1名、減員されている。RWS を搭載したバージョンも配備される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。